こんにちは、翔太です。今日もグラクラやっていきます。今日はですね、このケラクのヘルやっていきたいと思います。ちょっとねむずいっすね。強いね、めちゃめちゃ強くて、ちょっとまだクリアできてないんですけど、クリアすらできてないんですけど、やっていきたいと思います。で、構成がマーガレット、キング、ゴーセル、チャンドラーという形でやっていきます。で、なんかあのね、巨人族入れたかったんだけど、巨人族入れて、まあ、ディアンヌとか入れてやったんですけど、クリアできないですね。で、一番可能性、クリアできる可能性のあるパーティーこれかなって感じでやっていきます。で、チャンドラーフルカウンター入れて、で、なんていうんですかね、入れていきのキングの、まあ、シールド貼って、まあ耐えていくって感じかな。やっていきますと。なかなかねむずいっすね。まあ僕はね、もう倒すので多分精一杯っすね。ポイント云々とかじゃないの、もう倒すので精一杯って感じ。いやー、ここもねデバフ付与されると結構攻撃通っちゃったりするんで、あのデバフついた状態で多分必殺打たれると、あのやられちゃうんで、まあデバフ解除しつつ、まあシールド貼ってって感じかな。キングのシールド貼って、で、こうしちゃえば、まあ必殺はね全然痛くないですよね。これでシールド剥がされてもデバフはついてないんで、まあ、必殺そんなに痛くないと。これデバフついてる状態で必殺打たれると多分ワンパンかなって感じなんですよね。で、もうここはね、もう決めに行きたい。あんま長引かせたくない。やはりこの器は縄文。もう必殺入れて決めに行きたい感じです。で、必殺入れてあんまり入らない。いやー、入らないね。で、フェーズ2になると、まあ必殺も消されちゃうんでね、消されるっていうか必殺ゲージ消されちゃうんで、硬化していく。まあここはまあ入れちゃえばいいかって感じです。どうしよっかな。まあ必殺入れて決めに行きたいっすね。もうで、まあ必殺入れて決めに行くと。で、フェーズ1終了の、フェーズ2ね、ここがえぐいんだよね。2ターン目にもうやられちゃうから、あのデバフついてるとね、あ、デバフっていうか、あのシールドついてない状態で攻撃受けるとやられちゃうんすよね。スティグマを勝利へ導く。で、まあ削っていきたい。で、一応まあフルカウンターも入れつつの、フルカウンターで削りいきたいんだけど、ここでね回復不能入っちゃって、これが痛えよな。こうフルカウンターして回復したがいいんだけど、回復不能入っちゃってるから、もうチャンドラがド瀕死っていうね、瀕死状態ですね。多分次のターンでチャンドラやられちゃうっすね、これ。
スティグマを勝利へ導く。もう削っていきたいよって感じ。まあでもこれで結構削れてるんで、まあいけるかな、いけるかな、どうかなって感じっすね。まあでもチャンドラやられちゃうねこれ。あーめん、あーめんだよね。いやーそうだよね。いやー、フェーズ2ね、スキル無効が効かないんでね、それが痛いよなーって感じ。まあただ諦めずにやっていきたい。あー、これ削って削って削ってかな。スティグマを勝利へ導く。あ、入らんねー。まあでもまだバフがちょっとついてるからね、まあ、ダメージ入れてくれてる。さあここの必殺耐えれるかな、耐えれる、耐えれないよね、そうだよね。やべえって感じっすね。あぶねー、ギリーで、これでまあ、あ、これで必殺入れて終わりかな、いけるかな、バフつけずにもう攻撃でいっちゃいますと。でまあこれでジジという形で、まあギリギリっすね。ポイントどうなんだろう。いやー全然出ないわ。ダメでした、全然出てませんでしたっていう感じでですね、まあ、なんとかまあヘルクリアという感じですね。むずいわー。はい、という感じで今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。